待ってたよ。レココさんから頼まれているデバッグ、私の担当は腕パーツなんだ。ドロップするパーツが全部同じ部位になるなんて面白いよね。どういう仕組みになってるんだろう。でもこれが完成したらパーツ集めがはかどりそうだよね。マリカちゃんなんかすっごく喜ぶんじゃないかな。あ、そろそろ指定されてた時間だね。じゃあミッションやろっか。おかしくなっちゃったよなんかこうやって二人で話すのも久しぶりだね。生徒会とのバトルの後、君は生徒会長になっちゃったから、忙しくって自由な時間も減っちゃったし、ちょっと寂しいかなって私は千夏ちゃんやしおんちゃんみたいにみんなのいる前ではストレートに表現できなかったけど、私だって君と一緒にいたいんだよ。でもね、君が転入してきてからいろいろあったけど、今こうやって君と一緒に戦えることがすっごく嬉しい。一人だと弱い私だけど、君と一緒ならどんなことがあったって大丈夫な気がするよ。本当にありがとう。おーい、デバッグ終わった。キャー、ログが残っているから終わったようだけど。どうしたの三神楽さん、慌ててるみたい。大丈夫だよレココさん。はい、さっきデバッグ終わりました。特に問題なかったみたいだね。じゃあ腕パーツについては大丈夫かな。二人ともありがとね。おお、まあびっくりした。レココさんに監視されてるのかと思ったよ。もうこんな時間か。じゃあそろそろ帰ろっか。あ、そうだ、文化祭もあるしまだまだ忙しいと思うけど、また一緒に遊んでね。遅い、レココさんからの指定時刻10分も過ぎてる。また？それって相田先生でしょ。なんだか最近相田先生があなたを呼び出すこと増えてる気がするような。私だって怒りたくて怒ってるわけじゃない。あなたが忙しいのは分かってるし、でも
せっかくの二人の時間なのに。あなたはこの時間大事に思ってくれてないの？ちょ、いきなり何言ってんのよ。もうバカ。5本。気を取り直して、レココさんから頼まれているデバッグ、私の担当はバックパックね。出力に影響するし、機体によっては派手なデザインもあるから人気のパーツね。スタートが遅れたから時間も限られているし、早速チェックに入りましょうか。準備はいい？じゃあミッションスタート。お疲れ様。それにしても驚きね。本当にバックパックしか出ないんだもの。これなら理想の機体を作りやすくなるかもしれないわね。そうね、他のデバッグも順調にいけば学園のガンプラ作りのレベルも一気に上げることができそうね。あ、
もうこんな時間なのね。せっかくのあなたと二人の時間なのに、もう終わりだなんて。レココさん、追加デバッグとか言ってこないかしら。まあでも、あなたの気持ちはよくわかったし、忙しいのもしばらくは我慢できるかな。じゃ、一緒に帰りましょう。ああ、時間通りだな。生徒会長になって忙しいのに素晴らしい行動だ。お前のそういう律儀さは好きだぞ。さて、今日はレココから頼まれているデバッグだ。私の担当はシールドパーツだな。私がラプラスの盾のリーダーだったからシールドというところか。まったく、ふざけた割り振りだな。まあでも、シールドというのはガンプラのユニットを構成する上で重要な役どころだからな。オプション装備とはいえバカにしたものではない。おっと、そろそろレココの指定した時間だな。ミッションの準備に入ろうか。
を取ってやろう。ミッション完了。問題なくデバッグは終われたかな。しかし本当に盾しか出ないんだな。非常に興味深いミッションだった。これは生徒たちに解放したらみんな夢中になってプレイしそうだ。それにしてもこのシステムを構築したレココ、彼女は一体何者なのだろう。学園の生徒というわけでもなさそうだが、お前は知っているのか？なるほど、これだけの技術力だ。もしかしたら教師という線もあるのかもしれないな。ところで、そのあれだ、私たちは最近文化祭だ模試だと忙しくて二人で会う時間が全然取れていないということに気づいているか。そうだな、私も寂しかったよ、お前と一緒にいられなくてな。忙しいとは思うが、二人で会う時間を作ってくれると私は嬉しい。かつてはラプラスの盾などと名乗り聖徒会の守護神を気取っていたが、私はそんな強い人間ではないんだ。むしろユイの方がよほど強い。真に正しいことを見極め、それに立ち向かう力、見習わなければならん。だから私はこれからお前や仲間たちを守る盾として精一杯頑張っていきたいと思っているんだ。だからこれからもよろしく頼む。それともう少しだけ一緒にいる時間を作ってくれると嬉しい。ああ、もう下校の時間だな。いいのか？お前とは帰りの方向が違うはずだが。そうか、そういうのもありだな。ありがとう。生徒会初期の大鳥涼子さん、至急職員室まで来てください。まさかこのタイミングで先生に呼び出しを受けるとは。明日一緒に帰ろう。何が何でも私の時間は作る、絶対にだ。だから明日一緒に帰ろう、約束だからな。そうだ、最後に一言だけ。今日は楽しかった。二人で会えて嬉しかった。ではまた明日な。
私とのデバッグですね。私の担当パーツは足パーツになってます。ガンプラを構成する要素として重要な部分ですからね。システムが完成したら人気出そうです。どうしました？あの恥ずかしいです。あ、そろそろレココさんに指定されたデバッグの時間です。システムに接続しちゃいましょう。準備はいいですか？っていうかもう繋いじゃいます。ミッションスタートです。Come on.
お疲れ様でした先輩。このシステム本当にすごいです。指定された部位のパーツしか出現しないから、欲しい部位ごとにプレイすれば効率的に好みの機体を組むことができます。これが完成すれば私のストライクを理想の機体に近づけることができるかも。すみません、私また興奮しちゃって。あの、私いつまでたってもこんななんですけど、いつか先輩みたいになりたいです。みんなに頼られる、みんなを引っ張っていけるような立派なガンプラビルダーに。今はまだガンプラ制作みたいにうまくいきませんけど、少しずつ先輩に追いついて、これからも一緒に歩いていけたらいいなって思ってます。なのでこれからも一緒にいてくださいね。あれ、驚かせちゃった。ごめんごめん、レココだよ。デバッグ順調に終わったみたいね。システムの具合はどうだった？はい、特に問題なく終わってます。パーツも全て足パーツでした。了解。念のためだけどログの方も確認しておいてね。じゃあ足パーツのデバッグは OK ってことで、デバッグは終了だね。そろそろ下校の時間だし、暗くならないうちに帰ってね。じゃあお疲れ様。急にボイスチャットが起動するから驚いちゃいました。でもレココさん、なんか先生みたいなこと言ってましたね。お、もうこんな時間ですね。それじゃあレココさんに言われた通り早く帰りましょうかね。